はい、えー、本日ね、もうあと6時間で終了となりますけれども、あのご連絡いただきましてあの、メールありがとうございますと、クレジット決済の方法を教えてくださいと、一括払い難しい,難しいですが、どうしても01に参加したいと思います、クレジットカードで、えー、分割払いしたいとよろしくお願いしますということなんですけれどもあの、基本的に今回は、えー、基本的に、えー、今回は、えー、銀行振込のみです。 ただ、ただ、どうしてもという場合は、という場合は、個別対応で、えー、クレジットカードでの決済も、えー、対応しますよという流れなので、えー、クレジット決済を希望の場合は、必ずご連絡の方をください。個別で対応させていただいて、えー、個別にその決済の えー、リンクみたいなのを生成して、鷲津さんの方からご連絡いきますので、ご連絡ください。じゃ、ご連絡もらわないと作れないので、そもそも。だからけ、カード決済希望の場合は必ずご連絡ください。で、まあ、カード決済の場合はね、カード、あの、まあ、案内届いて決済すればもう決済確定なので、まあ、すぐ決済はできると思います。で、あとは、その分割なんですけども、まあ、基本的にその、えー、なんだ、 こちらでの分割っていうのは対応してません。こちらでの分割っていうのは対応してないので、まあ今ね、まあクレジットカード契約されてる方だったらわかると思いますけども、どこのクレジットカード各社も、えー、あとリボだったりとかね、分割、あと、あとから分割。まあ僕は楽天カード使ってるんですけど、楽天カードだったら後から分割とかね、まあ自分で分割を設定できます。てか、今はクレジットカード会社で分割だったりとか、リボ払いを、を こうまあ、アトリボってやつですか、まあ、最近アトリボっていうのは出てきましたけども、まあ、ほとんどできるんじゃないかなと思うんで、もしその分割を希望の場合は、ご自身の方で、まあ、毎月払える金額を、まあ、設定していただいてで、やっていただくという形ですで。こちら側で分割での対応はできませんので、お客様側の方で、えー、そのカード会社に問い合わせするなり、まあ、今だったら インターネットからちょちょっとね、えー、なんか、ボタンを押すだけでリボ払いにできたりとか、分割払いにできたりとかしますので、まあそれはカード会社によってやり方違うので、ちょっとそこはお問い合わせください。はい。ということで、まあ今回、えー、ご案内、4年に一度というご案内をさせていただきましたけども、えー、僕経由でのご案内っていうのは、特典5つ、特典ですね、特典5つついてますけど、この特典はね、めちゃくちゃいいので、うん。で、あとはもう値上がってますから、 まあ今、この動画撮っている方は、もうすでにね、1、1月1日から3日までお問い合わせいただいた方にの向けの動画になるんですけども、もうすでにね、えー、料金の方は値上がってますので、えー、今お問い合わせいただいた方、11月1日から3日までお問い合わせしていただいた方は、えー、前の、値上げする前の料金で入ることは可能です。はい、ただ、今後入りたいんだったら、僕からの特典もないですし、えー、8万円だったかな、値上げした価格になります。 なんで、今回お対えしていただいた方は、あしっかり悩んで、あと6時間ですか。あと6時間悩んでいただいて、えー、決めていただければいいんじゃないかなと思います。まあ前回の動画でもお伝えした通り、いくら悩んでも、まあ、悩むのは仕方ないです。だけど、えー、なんだ あのお金を稼ぐスキルがないと、一生お金の問題は付きまとうし、えー、死んでも墓を作るんだったら墓代、えー、死んでも葬式するんだったら葬式代かかります。だから結局、あとは、なんだ、えー、手術する、何かその病に倒れる、え癌、ー、アフタックみたいなね、アフタックみたいな、がん保険みたいな支援もありますけども、まあ、にかかるう、いろんななんか病気にかかるお金かかります。 はい。えー、交通違反しても切符何千円何万円取られます。はい。まあ世の中はお金でできておりますと言っても過言ではないので。まあそこはね、まあ、あの、避けては通れないので、しっかりお金を本当に稼ぐっていう。で、あとは、まあ今回その会社の給料がコロナでね、下がってっていうお問い合わせも結構あったんですけども、あなたの会社が、えー、なんだ、えー、10年後、20年後生きてる保証はありますか ええー、まあ、100年企業っていう、100年会社が持つ会社ってほとんどないんですね。だから今働いてる会社は将来ありますかと。で、将来売上を上げ続けられてますかもし、えー、将来ね、売上が下がったとき、あなたはリストラ対象になる可能性もあるし、給料が下がる可能性もある。あなたの勤めてる会社は終身雇用制が適正されてますかと。終身雇用。えー 退職金も出る。えー、働いてれば給料がどんどん上がるっていう会社に勤めてますか。まあそういう会社に勤めてるんだったら、まあ心配はないかもしれないですけれども、多分その終身雇用制度ももうほぼないので、公務員じゃないときついと思いますし、うん、公務員の方でも将来不安を考え、不安を持ってるっていう人も増えてますので、やっぱ、まあこの時代を生き抜くためには、まあ最低限でも自分で稼ぐスキルっていうのが何よりあった方がいいんじゃないかなと。 思いますし、えー、僕が言わなくてもそれを感じて今回お問い合わせいただいていると思いますので、んまあ、3年後、5年後、10年後、20年後を想定して今を、えー、決断していただければいいんじゃないかなと思います。はい。では、えー、動画終わりたいと思います。ありがとうございました。